にちは。そう、おうちじゃない。あのね、そう、あのね、なんていうのこれ、自分の部屋にマッサージチェアを持ってきました。そう、なんか買ってたんですけど、お母さんがなんか使ってなくて、だからもう自分の部屋に持ってきた。最高。やっぱりこうやって座りながらやった方がやりやすいっていうのが今すごいわかります。すごい、これ年越しそばなんですか、めっちゃ可愛いじゃん。ありがとうございます。なんかピンクのキラキラがついてる。ありがとうございます。たくさん、すごいいっぱい、ありがとう。これで私年越せるわ。ありがとうございます。年越しそばいただきました。イエーイ。こんにちは、こんばんは。今日はね、大富豪をしようと思いまして、5時半からショールームしますよっていうのをね告知したんですけども、いつも大富豪配信するときなんかいきなり始めちゃうから、今日は告知でもしてみようかなと思いまして、してみました。今日はね、スイッチのソフトを買いに行きました。買いに行きました。ついに、あ、ハートもたくさん来てます。ありがとうございます。ハートありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。はい、とありがとうございます。あとバラも来てた、バラも来てました。最初の方にありがとうございます。最初の方にハートも来てました。ありがとうございます。大きいハート待って、見えないな。でも打ち切れじゃない、やば。ありがとうございます。ハート、うん、めっちゃなんかぼーっとしてた気がする。今日は寒いですね。今日もか、風強くて、めっちゃ風の音聞こえずつなかったですか。それでもない、すっごい風強かったんだけど、どういうこと、風強すぎてびっくり。すっごい、妹の部屋からすごい、なんかお昼とかさ別にそうでもなかったのに、なんか夕方お昼過ぎぐらいからもういっぺんよ、どうしちゃったっていうぐらい風強くて、あの玄関のドアとか開けるのめっちゃ重たかったの、風強すぎて、風強すぎて大変よ。ちょっと待ってね、またギフトが来てますね。ありがとうございます。ハートたくさん。かわいい。ありがとう。かわいいのギフトありがとうございます。あとなんか2020年ありがとうみたいなやつ来てました。ありがとうございます。初めて見た。ありがとう。あ、何買ったかってことですか、ソフト。あれです、マリオカート。結局マリオカートにした。なんかいっぱいあって、
そう、なんかマリオカートがいいなと思ってマリオカートにした。あとこんなんだっけ、なんかこういうやつ、四角いやつもあのプラスで2個買って、そうマリオカートにしました。やるのが楽しみです。楽しみだよ。そう、携帯のはね、私上手なんですよ、めちゃめちゃ。そう、携帯アプリのマリオカートあるじゃないですか、あれはねもうプロ並みにうまいからそう、めっちゃだやる。でもあのゲームセンターとかにあるじゃないですか、ゲームセンターにあるマリオカートは普通ぐらい、なんか操作になれればいけるかなっていう感じだから、ちょっとスイッチはわかんないけど、なんか一回アミのスイッチライトで一回やらせてもらったことがあるんですけど、ちょっと下手くそだったかもしれない。でも1位にはなったんだよ。そうだからわかんない、もうたまたまかもしれない。楽しみやるのが、良いお年をのギフトありがとうございます。8個ありがとうございます。あとバラの花束ありがとうございます。ありがとうございます。あと年越しそばも今来てました。ありがとうございます。ありがとう。何時から配布しようか、45分くらいからし、今からスイッチ買ったら乗り遅れとかあるかな。いや、そんなことないと思います。私も本当に1週間2週間ぐらい前にお家にあったので全然遅くないと思う。むしろなんか自粛期間の時に本当に欲しかったんですけど、そうだけどあれなんですよね。そう結局ね、そう結局なんていうの、買わずに過ぎちゃって、まあその時はね別になんか欲しかったんだけど、まあいっかみたいな、いつかまあ諦める時が来るだろうと思って、まあ本当に諦めたんですよ。まあどうせやらなくなるタイプなんで、そう、まあ実際に多分やらなくなってたと思うけど、まあテレビにつなげれるやつを買ってたから、買ったらしいので、テレビでつなげてやりたいと思います。マリオカップ、ライトじゃない方なのね。そうです、ライトじゃない方。今日めっちゃ肩幅、なんかめっちゃ撫で型に見えんすっごい撫で型な人みたいに見えてた。やっぱ椅子に座るっていいな、すごい配信しやすい、なんかいい気分です。とても肘なんかついちゃっていい気分です。そう、もともとリビングにあったのを寝室に持って行って、私の部屋に来たマッサージチェアです。そう、一応マッサージ行けるんですけど、やったことない、だから普通に椅子として使う予定です。本当はね、あのリビングのあの赤いソファーの横にあったんですけど、
そう、リビングと和室のなんか隙間中間地点みたいなとこがあって、そう、そこに置いてたんですけど、置いてたんだけど移動させたんですよ。こんにちは、イエーイ。すごい、また2020年なんかネズミのギフト、またありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。こんばんは。寒いな。今日あれだ、レコード大賞の日ですね。そうだ。そういえばの、そういえば明日は紅白歌合戦もあって、いなきゃ。そう、去年はね、なんだ、去年はあれだ、ルーちゃん家にお泊まりしてたんですよね、この時期。そう、毎年私泊まってる。こんばんは。レコード大賞、クリスマスの M ステ見ましたか？クリスマスの M ステは最初から最後まで見てました。そう、見てたよ。バラ10個ありがとうございます、ありがとうございます。さすがにね、録画はしてない。6時間もったから。さすがに録画はしてないです。でも、マジで本当にランク番組めっちゃ録画してありすぎて、一回マジで整理したいと思ってるぐらい。ちょっと一回見て、消すか消さないか決める。音楽番組ってめっちゃ撮っちゃいません？録めっちゃ録画しちゃうんですよ、私。効力が必要だから、大量にある録画が。しかもなんか年末とか年、なんか年末年始の番組とかってなんかすごいあれじゃないですか、すごい番組自体長くないですか？1個の番組が例えば2時間スペシャルとか3時間4時間あったりするから、なんかあれですよね、すぐ容量減っちゃう。あっという間すぎて、なんか消したのにどんどん増えていく。びっくり。テレビにつなげるスイーツのリングフィットアドベンチャーもやってみてほしい。あ、ありますよ、お家に。こう丸いやつでしょ。あるある。けどそれもなんかよくわかんない、よくわかんないから。でもなんかお母さんがやってました、それは。
15分も経ったのでね、配信を始めたから。そろそろ大富豪でもしますか。今日は大富豪配信するってツイッターに、ツイッター出てたので、そろそろやりたいと思います。最近やってなくて、大富豪やります。なんかコメントもメリークリスマスのままなんだよね、多分。よっこいせ。寒っ、めちゃめちゃ寒い。まずエア合わせをやって、ハート10個ありがとうございます。ありがとうございます。大富豪しました。なんかマスってさ、ああいうひらがながないんだよ。どうやって言えばいいの。大富豪するにすればいいのか。あれじゃん、一押しガチャが始まってるんだね。あと1日じゃん、やば。迷うな、やるか。でもあと1日だからな、悩ましいところですけど。でもコインも別にそんなあるわけじゃないか。いいねしました、ほんとだ。いいね来てます、ありがとうございます。何分からしようかな。50分から5分、3分おきでした。この間この間5分おきだ、5分おきでした。50分から5分おきにやっていきます。50分からだよ。あ、ちかさんと当たりました。スクショしました。初めてちかさんと当たった。嬉しい。ちかさんが、あ、ちかさんと当たったんですけど嬉しい。ニヤニヤ汗か汗これは汗ですね。すごい、メンバーと久しぶりに当たりました。私なかなか最近当たってなくて嬉しい。メンバー3人ファン1人とかあったのかな。いやそれはすごすぎだよね。でも
メンバーだけ。それはなんかもうむずそう、やばそうですね。マジめっちゃせーのってやんないとできなさそう。なんか一時期シャッフルの鉄の公演とかの帰りとかみんなでやってたんですよ。めっちゃやろうって言ってそうやってたの、超懐かしい。メンバー3人ファン1人ってもう汗汗じゃん汗汗じゃん、その汗汗案件おもろい。ちかさん強っちかさんめっちゃ強い、もう上がっちゃったよちかさん強いっす、ちかさん強いっすね、さすがっすねいや動揺しまくりだよね。でも当たったら当たっててね、すごいわ。なんかさメンバーはさピンクの文字じゃないですか、だからすごい分かりやすいよね。ちかさん強っ。じゃあちかさんときめきをもらいました、嬉しい、イエーイ。どうしようかな、一応一押しガチャ引くか迷う。はい、ちかさんのときめきもらっちゃいました。今ねコインが2万1000なんですけど、どうしようどうしようどうしよう、引くか引かないか迷います。次55分からです、5分おきなんで。いやでも私はねカードよりねアイコンが欲しいの。アイコンさえ1個さえ出てくれればいいんだけど、なかなか出てこない。そう1個出てくれればねもう満足するんですけどね、そう全然出てきてくれないな私のアイコンが、もう悲しい。あ、55分になってました。やります今から。アイコン欲しいよ。そろそろもらいたいんですが、なかなか。なかなかね、出てこないの。すごい絶妙なカードだな、今回。でもなんかすごい揃ってる、すごい全部揃ってんだけど、やば、1枚だけあるカードとかないわ、すごくないこれ、普通にびっくり。自分のアイコンにしてる人がいたらやっぱり嬉しい。え、嬉しい。カードをセットしてくれる人とかも嬉しいし、なんていうの、嬉しい、めちゃめちゃにとっても嬉しいよ。いやでもアイコン持ってたらもう交換しようって言いたいぐらいだけど、いや本当にアイコンだけ出てくんないか。ゆずのアイコンにしてる、本当ですか？そうだ、
テロップにさ大富豪配信で書かなすぎちゃった。このえもう富豪の人上がってんだけど、これが終わったらちょっと書きたいと思います。早いよ。どうしよう、貧民になっちゃう、このままだと嫌だ。貧民確定になってしまいました。また貧民になっちゃった。なんか私さ、一回貧民になるとさ、貧民とかさ、大貧民とかになるとさ、もうそこから抜け出せなくなっちゃう。本当にずっとそのループに入っちゃうの。対戦できました。お、ありがとうございます。いらっしゃいましたね。確かにありがとう、楽しかったよ。ありがとうございます。テロップ書きますね。あと2分あるから間に合うか。大富豪配信2個、 OK。 次は6時からです。そう、聞いてください。なんか今度年明けていとこに会うんですけど、明後日いとこに会うんですけど、あのそのいとこが鬼滅の刃を貸してくれて、その今多分出てるやつ全部聞いてください。まだ1巻しか読んでない。1巻も読んでません。まず私は間に合うと思いません。やばくないですか。いやー、今からどう頑張って読んでもきっと間に合いませんね。もう一回借りるしかないかな。やっぱり一巻の途中までしか進んでない。そう、読もうって思ってね、忘れちゃってんの。そう、毎日忘れてそう、やばいんですよ。だから、あ、皆さん、あの大富豪のコメントのいいねをしてください。コインが欲しいです。コインください。そう、全然読んでないの。そう、一回、あ、もう一回最初から読もうと思って一巻の最初から読み始めたんですけど、そこからまた進んでない。同じ場所のぐらいのとこで進めない。進めない。あー、あとちょっと6時になりました。次いきます。3回目。シャキーン。こんばんは。めっちゃ声低いんだよな、私。地声が低すぎて。座りやすい、この椅子素晴らしい。とっても座りやすいです。寒い、とても寒い。でマッサージチェアくすぐったくないですか。めちゃめちゃすごい、なんか嫌だ。
っちゃ革命されるんだけど、革命して革命返されて革命して今ここ何回革命起きるの。私やっぱ革命される率高いんだよ。めっちゃ革命されるの。すっごい革命起きるんですよ私やると。本当に革命しか起きない。なんなん革命起きすぎ。こんなにさ遭遇しますってぐらい革命めっちゃされるんですよ。どうしてもうねこんなに革命されても困っちゃう。目起きすぎ。ほら大貧民になった。もうこうやって貧民から上がることはできなくなっちゃうんですよ私。それでも私は負けない。決してなりすましは使いません。自分で上がれるまでは。決して私は負けません。頑張る。次は6時5分か。あと1分ちょっとです。寒いよもう。やっぱ着替えればよかったな。めちゃめちゃ寒い。こんばんは。やばい、めっちゃ撫で方に見える。撫で方とかのレベルじゃないぐらい撫で方に見える。肩幅広めの撫で方に見える。次は5分からだよ。5分からだよ。あ、でもこれぐらいの出方の人いないか。さすがにいないか。あ、6時5分になりました。こんばんは。やっほーい。すごい今回もなんかカードにそんなばらつきがないんだけど、すごい。そういう時めっちゃありません？なんか揃ってる時、すごいそういう時にある。おー、また革命されました。いやもうここまで革命されるともうこっちまで楽しくなっちゃう。ここまでされちゃうと革命来たぜっていう風になっちゃうわけ。
ちもこっちで。いや革命に遭う率高すぎて、なんで本当にどうしちゃった。待って、ワンチャン、ワンチャンス来ました。私どうかな、できるかな。もしかしたら異国上できるかも。革命して異国上しました。言えてない、下克上しました。やった、イエーイ、やったね、やったね。そう、8が4枚あった。8が4枚よ。8、4枚って何。やったね、下克上できたよ。8お前って何事よね。やったーって。8お前って8さ1個はないと辛くないですか。嬉しい。次はじゃあ10分からかな。10分から、10分からだよ。大富豪になったよ。今大富豪です。珍しく、珍しく大富豪になってなんか下克上さ、下克上ってなんか倍嬉しくないですか。普通にめちゃめちゃ嬉しいよね。40秒ぐらいか。あーちょっと、あーちょっと、やばいお腹すいた。今日はねスタバおさみした。スタバ飲みました。写真は撮り忘れました。けど飲みました。美味しかったです。あ、10分になった。やります。寒いわ。やば、めっちゃ久しぶりに大富豪なんだけど、すごいカードが大富豪だわ。めちゃすごい大富豪味を感じてる。すごい、あ、矢切りか八切りか問題ね。私は声取った時に私矢切りだと思ってたんですよ。そう、なんかこのアプリができる前もなんか違う大富豪のアプリで遊んでて、そう、それで矢切りって言ってたんですけど、八切りでって言われて、あ、分かりましたって言って八切りって言った気がする。私八切りって言ってるよね、分かんないけど。そう、だから多分私は八切りって言ってるんです。本当のところはちょっと分からないけど、けど八切りって言ってる気がする。私声オフにしてるので、常に自分の声聞いてやりたくないから。プレイちょっとそれは嫌なので。なんで通信切断されちゃったんだけど、こんなことあるの？
すごいなんか、おお。やだ、都落ちしそうじゃん、やだ。やだ。すごいなんかめっちゃさ、めっちゃ切断されるんだけど、大丈夫そう？どうしたどうした。すごいなんかこんな切断されることある？ああ。どうしようかな。あ、今回も大富豪で終われそうです。大富豪になりました。いえ、今回も大富豪で終われました。レピーマン、次は15分から。今日何時までやろうかな。やっぱ大学をしてるとめっちゃ時間早く感じる。あっという間。当たりました。 ありがとうございました。こちらこそ連番してますね。ありがとうございました。何ゲームぐらいした？何ゲームだろう。私何分からやった？50分までやってんだから、50、55、60、5分、10分。今5回目が終わったところ。次6回目。じゃあ50分までするか。1時間ちょっとから50分まで、50分が最後にしましょう。6時50分。久しぶりにこんなに大富豪してる。1日で。めっちゃ外の風の音が強い。あ、待って、15分になってた。やばいやばいやばい。普通に15分になったんだけど、危なかった。危ない。今回はどうですかね。なんか大富豪になれなさそうな予感がするけど、どうだろう、わかんない。なんか大富豪になれないような気がして。
ハートありがとうございます、たくさんありがとう、キュン。こんばんは。あ、また違うことからハードが来てます、ありがとうございます。待って、マジで予想的中したかも。違うのね。おお、大富豪だった。すごい、今最後にあれだったんですよ。何出したのかな。分かんないけど、結構なんかすごい。あれなんです、強いカード出したから、あ、都打ちすると思ったら全然不合だった。その人忖度ってやつかな、これ忖度か忖度か分かんないけど、ありがとうございます。大富豪だ、次もまたまた大富豪ってことで、今日は調子がいい日なのかな、どうなんだろう、わかんないけど。でも待って、次の20分がもう迫ってきてるよ、早く終わらないと。もう少しで次のあと10秒ぐらい。ハートまたありがとうございます、 Thank you。 イエイ。次7回目、7回目いきます。7回目、うん、お腹すいた、何か食べたい、なんかすいた。なんでさ、髪の毛って抜けるんだろうね、本当に嫌になる。なんか掃除機かけてもさ、最初に通信切断されちゃった。おー、いきなりカード出てきたんだけど、通信切断されてびっくり。掃除機かけてもかけてもさ、すっごいさ、すぐ髪の毛抜けてるんだけど、どうして。これは女子みんな共感するやつかな、なんかマジ髪の毛めっちゃ抜けんだよね、なんか櫛で解いただけでさ、すっごい気づいたら床に落ちてる髪の毛。今回はどうでしょう。あ、でも今回も大富豪で終われそう。これは大富豪確定ですね。すごくない？今日調子いいんじゃないの？やば。突き
人の散歩してた。今日はやっぱ調子いいかもしれない。勝ってるよ。で、調子よ決まる。次は25分からですね。あと3分ぐらいある。よっこらせ。寒、足がめっちゃ寒い。足が、今日通信切断めっちゃ多いんだけど、どうして？すごい多い。すごい、なんかめっちゃ首ない人みたい。対戦ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ありがとうございました。また会いましょう。初めて会えてありがとう。こちらこそありがとうございます。ありがとう。また会いましょう。あと1分ぐらい。あー、ちょっとお腹すいた。何か食べたい。すごい、今日でめっちゃハート消費してるわ。こんばんは。ワンワン、めっちゃ犬鳴いてる。ワン、ワンワンワン、ワン、ワンワン、ワン、ワン。もう疲れさ言うの。ちょっと真似して言ってみたけど、もう疲れちゃった。あー、うん、悩ましいな。いや、これでいい。やばい、今回も大富豪だよ。どうしよう、調子よさげすぎん。まあでも大富豪だからか、カードが強けりゃでもなれるのか。
今回は革命に合わないからかな、そんなに。なんか前回ライブを配信した時なんかもう毎回革命されてたんですけど、今回はされないか、ないかもしれない。こんばんは。次は30分からです。30分からだよ。対戦ありがとう。普通に強かった。こちらこそありがとうございました。今回はね、ちょっとカード運に恵まれてますね。こちらこそありがとうございました。調子いいわ、今日調子いい日だ。あと30秒、違う、40秒、違う、20秒でした。あーもうハートが全回復アイテムが326から325になってしまいました。30分になりました。もうこれ全部使い切るのにどれぐらいの時間がかかるんでしょうか。1日経ってもさ減らなさそうじゃない。もう何回やってもすっごい時間かかりそう。ハートなら全然交換するっていうぐらいあります。ハートありすぎ。やば、風強っ。めっちゃ風ビュン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 聞こえる。そう、もともとね、そうスタンプを押さない主義だったんですけど、最近は押すようにしてる。本当に調子いいよ。また大富豪だよ。どうしよう、どうしちゃったの急に。やっぱカードの運があるのかな今回は。私でも調子悪い時はね、本当にね調子悪いんですよ。そう、本当に悪い時は悪い。
ぶ今日調子いいかもしれない。またまた大不安になりました。やば、風やば、風強やば、風強すぎて。皆さんのところは、皆さんのところは風は大丈夫ですか？私のところはとっても風がビュンビュン吹いております。きっと外出たら寒いぐらい強いです。ビュービュー言ってます。ハートたくさんありがとうございます。イエイ、ありがとうございます。テーマはインスタグラマー、ありがとう。次はあと1分もないぐらいからスタートします。35分またまたハート来てる、ありがとうございます。ありがとう。やば、あとちょっとあった。どうでしょうか。やばい、待って、今回も大不幸でした。今日調子良すぎじゃない？わーい、今日強いわ。調子が良すぎてる。いや本当はね、本当にいつもこんなね続かないんですよ。おかしいな、逆に疑っちゃう。大変ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。またいつかお会いしましょうありがとうございます。次40分からです。いや本当にね、私普段本当になんか一人で普通にねやるときこんなねあれだよ。こんなに続かない。ハート10個ありがとうございます。キュン。
多分ねカードが強いんだよ多分引き運が強い気がしてる。そうでも普段こんなに本当にね大富豪ばっかりにならないんですけど、なんでだろう。今ね何回連続だ ?1,2,3,4,5,6,7 回。こんばんは。だいぶ練習しててってやばくない。あとちょっとで40分になりました。待って、ああ、何時まで？50分までやる予定です。ねえ、いきなり革命はやめてよ。いきなり革命されたやだ。どうして？今革命返しましょう。今から返しちゃいます。いや、もう革命されでも革命返したけども、いやでもまたこっから革命されるかもしれないから、ちょっと本当にね、何が起こるか分かんないんでね。たまに一人で革命して返してる人いる。え、いますよね。でもすごくないですか、革命と革命返しをできるカードを。そんなあれですよね、2個も持ってるの強くない？だいぶ強いよね普通に。揃いが良すぎるやん。おお、待って、今回もさ大富豪だよ。今日やっぱ運いいかもしれない。やっぱ占い1位だったからかな。私のメール取ってくれてる方分かると思うんだけど、今日占い1位だったんですよ私。そうだからかな、そういえば占い1位だった。すごくない？あと2回やりますやっぱ占いかな。やばくない？やっぱ占いってさ、やっぱ信じるべきなのかね。すごっ。そう今日ね1位だったんです。久しぶりに1位で占いが。最近ずっと10位とかなんかその辺だったから、最下位とかだったから、ちょっとねあれだったんです。今日1位だったんです占い。
やった、大変ありがとう、こちらこそありがとうございましたまた会いましょう、ありがとうございます。何座？天秤座です。天秤座。天秤座しか勝たん。いきなり革命したものです。ありがとうございました。いや、こちらこそ革命返ししました。ありがとうございました。大変。また会いましょう。やっぱ占いの力は信じるべきです。とか言って次で都落ちしちゃったりして。やだやだ、そうやって調子乗ってるとね。待って、連続大富豪回数えぐい、17回だって。17回目指すか無理すぎる。連続大富豪そんな17回もなってんの、めっちゃ強くない？運良すぎじゃない？その時すごい。あ、45分になってた。17回とは17回とすごい、私のときめきをセットしてくれる方、してくれてる方と出会いました。うれぴー、こういうの。あざっす。17回ってさ、どうしたらそんな風になるんだろうね。運良すぎじゃない？17回ってどういうこと相当運良かったのかな、その日。運良すぎでしょ、でも。なんか運がいいとかそういう問題じゃないよね。なんかもう忖度されまくってたのかな。こんばんは。今回はどうだろうな。50分がラスト。そうです、50分、次がラストです。次がラストになります。待って、今回も大富豪だよ、どうしよう。待って、やばくないですか、今日調子良すぎじゃない？どうしちゃったの急に、怖いよ。今回も大富豪でした、さすが私。いや、そういう調子のあること言っちゃうから、次もしかしたら都落ちしちゃうかもしれない。黙っておきますやっぱカードに恵まれてるのかな、今日は。何連勝？多分9連勝かな、今日。わかんない。すごい、やっぱ占い1位の日はこういういいことがいっぱいあるんですね。次ラストなのでラストなので頑張ります。いや、でもどうだろうな。でも正直ね、あれなんですよ、ジョーカーを2枚持ってれば勝ちは確定だと思ってる、私は。大変ありがとうございました、こちらこそありがとうございました。
またどこかでお会いできますように。こんばんは。あと次1分後ですね。そう、今ね 1,2,3,4,5,6,7,8,9 連勝目です。次10連勝になるでしょうか。どうだろう、どうでしょう。こんばんは。めっちゃ犬鳴くやん。いやでも最後に都落ちするのも面白いよねどうだろう。めっちゃ犬鳴いてて面白い。あ、次いきます。50分最後。いやでも普通にあれよ、普通に考えたらもう次で、あ、今回ので都落ちしたらもう美味しすぎてるよ。面白いよねだいぶ美味しいよ。だいぶ美味しいとこ持ってってるよ。いやでもどうだろう、カードがな、どうだろうな、わかんない、絶妙な気がしてきた。おしりんさん、おしりんさん今やってるんですか。待って、本当に今回なんか美味しいところで落ちそうな気がしてきた。どうしよう。いやそれでもいいんだけど別に。いや本当に落ちてる気がする。落ちてるじゃない、都落ちそうな気がしてきた。どうだろうやばいよ、今回で落ちたら面白いよね。でもめちゃめちゃ面白いよだいぶ面白い。いやだいぶ面白いよね面白すぎて。待って待って、都落ちした美味しすぎん。都落ちしました最後に落ちるって何、マジでひどいですね美味しすぎてるおもろ分かってらっしゃいますね逆に思ってる、確かに逆に思ってるおもろい。ということで今日は9連勝でしたねおもろ。ということで今回のライブ配信はとても面白かった配信でしたよいしょ。いいオチで、楽しかったです。
いやだいぶ私はじゃあ今日持ってるってことですよね。じゃあコメントを変えましょう。そうなんか決まったワードしかねそうできなくて、そうだからめっちゃね、難しいんですよ言葉選びが。これでいいや。今投稿したのでいいね待っております。よいしょ、いいねぜひたくさん押してください。1回しか押せないか。こんばんは。7時になったら配信終わりますね。これでコインがもらえるので待ってます。今ね 22,908 枚、ハートは全回復が325個あります。全回復が325ってやばくない？え、いくつあるの？いやもう数がすごすぎて、そう私決してね本当にやってないわけじゃないんですよ全然。そうだからすごいどんどん増えていく一方なんですよ。そうなんかやっぱあるじゃないですか、メンテナンスお詫びみたいなハートとか来るじゃないですか。それでどんどん増えていってこういう風になっちゃったっていう。またやるのでね、その時をお楽しみに。また今度は年明けかな、年明けかな、次また告知してからやるのでお楽しみに。次こそはね当たる、まだ当たってない方と当たれますようにって願っておきます願っておきます。最後にガチャ回す、最後にガチャ回すときます。どっち行く、どっちも行っちゃいますか。一押しもできるしアイコンも引けるけど、まあ一回行くか。最後に引いておきましょう。いやでもアイコンは本当にメンバーの一個も出なかったら悲しいから、ね、まあいいよ引こう。10連ガチャとりあえず引きます今から。え待って、シークレットないんだけど。
ねえ、ひどい。全部賛成かわいいなんだけど全部これこれこれわかるかな、これ全部賛成かわいい。もう一回、もう一回弾きます。もう一回弾いちゃいます。今回は賛成かわいいなの？賛成かわいいしか出ないんだけど。あ、なんか覚醒する、覚醒した私が覚醒したよ。シークレットも出すまで終わらないみたいな。あ、でも賛成かわいいしか出ないの、まああれ、あれですね、賛成かわいいが多いか。じゃあ次アイコン引きます。アイコン引きます。あ、でもシックなんかメンバーのやつが2個ある。あ今回も違ったねー。もういつ出るの私のアイコン、もうやだよ、いつ出るんですか今回2人出ましたアイコン。ね、沢田かのんちゃんとココナさん。もうみんなちょっとそろそろ出てもろてもうやだ、私の5000コインが減っちゃったよ。誰にしようかな、誰のアイコンが一番あれなんだろう。そう、私マジでミハルンがね出る確率めっちゃ多くて、そうミハルンめっちゃ持ってるんですよ。そう、断るごとにミハルンが出てくる。そう、嫌じゃないんだけど、いや本当になんでこんなミハルン出るんだろうってぐらい出るの。それぐらいなんか被りが多いメンバーの。だからミハルンだけなんかねちょっと強いんですよアイコンが。なんかミハルンセットしてきます。押してってを変えてからガチすると出るアイコン変わるっていう都市伝説ある。マジですか、ちょっとじゃあ一回押し面を変えましょう。誰にしようかしら、とりあえずりょうちゃんのこう押し面にして言いましたね。これで出なかったらもう私泣くからね、もう泣けないけど。じゃあ今からもう一回引きますよ。10連、10連じゃない、アイコンガチャ言いましたね果たして、あ、かわいいルーちゃんが、見てめちゃめちゃかわいい、かわいいルーちゃんが見えますか、めっちゃかわいくない、ほら見て。よし、じゃあもう一回引きます。出して私のは出るんでしょうか。いや私のは出なくてもちょっと新メンバーが欲しい、ね、待って、メンバーのさキラキラのやつがないんだけどね、全部さこれだったんだけど、ちょっと言いましたじゃん、言いましたじゃんって何、全部さあれなんだけどキャラクターみたいなやつだったやばい、今日ダメだひどいですあ、ねえ違うじゃないですか、全然全然違うじゃんもうカードちょっと自分のにしてきます自分
分のやつに変えよう。どれにしようかな。汗これこそ汗です。どうしようかな。ルーちゃんめっちゃ可愛いじゃんこれ。このルーちゃんめっちゃ可愛い。汗。待って。どうしようかな。次自分のカードをどれにしよう。そろそろ終わりにしたいと思います。今日の配信もありがとうございました。ありがとうございました。ではまた明日の配信で。明日はね2020年最後なんですけど早いですね。ありがとうございました。ではまた明日の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。またね。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。